こんばんは、牧野真凜の張り切っていこうのコーナー。はい、ちょっと待って待って、はいはい、今日も私の MC 力を磨くためにいろんなことを張り切っていきまーす。いや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 、関係ない。いや、待って、よくできました。待って待って、それでは楽しんでよ、そっちも張り切っていきましょう。いや、張り切っていくの分かるけどさ、どうすんの。張り切っていこう。いやいや、忘れてたでしょ、そのこと。はい、そして今日はですね、うん、張り切っていこうの最初のゲストとして、最初のゲスト、あんちゃんに来てもらいました。あんちゃん、張り切ってる。うん、まあ、うん、張り切ってる。うん、まあ張り切ってるよ。よかった。え、クロちゃん、はい、私なんでここに呼ばれたんですか。いや、正直俺も分かんないの。二人とも、はい、今日のテーマはこちらです。何もないですけど、誕生日のサプライズをされた時にうまくリアクションをしたいです。てか、どういうことかな。いや、だからよく番組とかでさ、うん、その誕生日にスタッフさんとか、うん、あの共演者の方とかがね、はいはい、急にハッピーバースデーを歌って、うん、サプライズしてくれるみたいな時あるじゃないですか。ね、うん、そう、でその時にうまくリアクションを捉えないと申し訳ないので、申し訳ない、はいはい、ドッキリの達人クロちゃんと、いや急にやられてるだけだ、ゲッターズ飯田さんから大女優になると言われている磯部あんりさんにいいリアクションを習いたいと思います。いや、確かにそういうシチュエーション多いけど、けどどうするの。じゃあ、はい、早速お手本お願いします。お手本、はい、今日がクロちゃんの誕生日です。僕の、はい、はい、で、クロちゃんとアンちゃんが話している間に私がハッピーバースデーを歌ってくるので、うん、リアクションしてください。あー、すんのね。お願いします、はい、いきますよ。わ、はい、かりました、はい。じゃあ、まあ、始めていいですね。うん、ね、アンちゃんだけど、あれじゃない、はい、あ、青い赤、うん、あの曲めっちゃいいよね、ほんとね。いや、もうありがとうございます。クロちゃんね、青い赤大好き、ね、いや、めちゃくちゃ、ね、あの振りもかっこいいしさ、めちゃくちゃいいよね。うーん、私も大好きなんですよ。入ってこへんのかい。長いよ。いやいや、いや、そう、な、そんな長く喋んの。いや、いや、リーダーとしてやっぱどういう風にやっていきたいとか。ハッピーバースデー、え、急に、え、飛びます、あれ、飛ばして、え、嘘でしょ。次挑戦してみたらいいじゃんか。俺が歌って入ってくるから。はい、わかりました。頑張ります。ね、そしてね、今日はね、スクショタイムっていうのがね、カメラが、ね、うん、ありますんで、そのカメラでいつもよりも顔をきれいに撮ってもらいましょう。はい、気合い入れていきますよ。そうですよ。じゃあ今のね、はい、踏まえた方でお願いします。はい。ね、でもさ、このコーナーさ、拡大してさ、クロちゃんのおしめのコーナー、拡張を抜くすのもありかもしれない。ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー dear マリンちゃん。はいはい、ねえ、けどやっぱまとめたりするのってリーダーとして大変だね。そうですね、うん、あんちゃん、ごめん、え、もう時間ないんだって。ごめんなさい、ごめんなさい、嘘、ごめんなさい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 、